はい、こんにちは、海谷コーチです。はい、今日は、低学年のキッズ向けの在宅レッスンね、3日目ということで、今日も楽しく練習していきたいと思います。さあ、みんなね、一緒に楽しく練習していきましょう。どうぞ。はい、それでは練習始めていきたいと思います。最初はですね、ちょっとね、バランスの練習からやっていこうか。はい、じゃあ片足こう上げて、両手はこういう感じで、はい、これで、5秒間止まっていきます。1、2、3、4、5。はい、じゃあ反対いきますね。さあ、どうかな、みんなできるかな。1、2、3、4、5。はい、 OK です。じゃあ次はこれを目をつむってやります。さあ、いくよ。用意スタートで目つむってね、5秒間。はい、用意スタート。1、2、3、4、5。さあ、いけたかな。多分難しいんちゃうか。さあ、耐えれなかった子もいると思うけど、はい、はい、楽しみながらチャレンジしてくださいね。はい、逆いきます。用意スタート。1、2、3。違う、やばい、こう違うかも。もう一回いくか。はい、いきます。用意スタート。1、2、3、4、5。はい、っていう感じで、運動不足のコーチにも難しいんですけど、 OK、さあ、できたか。低学年のみんなには難しかったかな。 OK、できた子はすごいです。素晴らしいです。 OK、 はい、じゃあ次はグーパーグーパーで、足でグーパーグーパーしていきます。で、グーはこういう姿勢、片足で OK で、パーは OK、 グーパーグーパーパー。はい、いきます。よーい、スタート。グーパー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 。さあ、いかがでしょうか。 OK、 じゃあ今右足を上げてた子を反対にしてください。左足を上げる。 OK、 それがグーで、ね、いきます。グーパー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 。 OK、 さあ、今のスピードについてこれた子は素晴らしいです。多分低学年やったら難しいかもしれんけどね。 OK、 じゃあ次はボール使っていきます。じゃあ部屋の中を最初はもう自由にドリブルしてください。 OK、 もうどこ使、足のどこ使ってもいいから、うろうろボール触りながらうろうろしてみてください。はい、うろうろする。はい。ちょっとお母さんお父さん今一緒にやっているんやったら、ちょっとお父さんお母さんが、邪魔をしたりとかして、それをね、お父さんお母さんにボール触られないようにドリブルするとか、そんな風にやってみてください。ちょっと今僕は一人なんでできないですけど。はい、じゃあ次は足の内側だけを使います。内側だけを使ってこういう感じで家の中をこうコロコロします。内側だけを使います。曲がる時も内側だけ、こんな感じで OK。 はい、 OK。 じゃあ次は右足だけを使って、足の内側とか外側とか、足の裏使ってもいいし、どこ使ってもいいね、右足だけでドリブルをしていきます。 OK。 はい、じゃあ反対の足、こう反対の足で左足だけでドリブルをしていきます。はい、もしお母さんお父さんがボールを奪いに来てたら、片足でボールをね、扱いながら避けていってくださいね。避けて。OK。 はい、じゃあ最後、足の裏でいきます。両足使っていいから、足の裏だけ止めるのとか、転がしたり止めたり、足の裏だけで家の中を移動していきます。全部足の裏ね、全部動くのも止めるのも全部足の裏でいきます。はい、 OK。 今日は以上にしようかな。はい、じゃあ今日の練習は以上になります。
はい、今日も楽しくねみんな行っていただけたでしょうか。じゃあ明日もね、楽しく練習していけたらと思いますので、今日ねできないことがあった子も全然 OK なんで、とにかくねいっぱい失敗することが上手くなることにつながるので、どんどんチャレンジしてどんどん失敗してください。 OK、 はい、徐々にねできることが増えていったらいいと思いますので、はい、それでは明日も一緒に楽しくやっていきましょう。宮コーチでした。さよなら。